こんにちはコレットです今回の「映画文学プラスアルファ人生講座」はですね、えー、1962年にですね公開されましたですね若き若親子さんそして田宮二郎さんによるですね「その夜は忘れない」。 やってみたいいと思いますすよろししくお願いしますまああの監督はですね吉村幸三郎さんといいましてまあ、この方もですねかなりまあ名作が多いですねまあ、大好きな監督さんなんですけどもまあ例えばあの山本富士子さんだったらですね「まあ、夜の川」とかですね「まあ、京町子さん」うん、だったらあのー「 偽れる清掃とか、本当にまあ、あの思い出深い作品というか、うん、素晴らしいと思います。で、まあ、この監督さんもですね、まあ、大好きな監督さんだなっていうことなんですけども。まあ、えー、まあ、今回ですね、あの、の、あの、この映画なんですが。うん、えー、まあ、若親子がですね、あの。まあ、広島が舞台の、まあ、この作品なんだけども。まあ、ほとんどね、あの、広島弁らしい。 うん、広島弁は使ってなくて、まあ、ほとんど、まあ、標準語でやってるっていうのにちょっと気づきましたこれはちょっと残念なんだけどまあそれはいいんですけども、うん、でこの映画はですねノーモア広島っていう、まあ、あの反戦の部分と、まあ、この二人のですねあの、まあ、切ない恋愛、うん、っていうのが、まあ、一緒になったような、まあ、作品っていうことなんですけども。 本当にまああの素晴らしい傑作にあの仕上がってるなっていうふうに思います。でこの話、まあ、どういう話かっていうことなんだけども「あの週刊ジャーナル」っていうまあ雑誌のまあ記者をやってる神谷っていうのがですね「あの田宮次郎」なんだけどもその彼がですねあの原爆記念日をですね前にまあ取材で広島をまあ訪れる。 っていうまあ、そこからですね話が、あのー、始まってくるんだけども、あのーまあ、最初ですねあの冒頭の部分でですね、あのー、広島平和資料館っていうのがあって、まあ、出てくるわけなんですけども、まあ、そこでですね、あのーまあ、爆撃機、あのー、エノラゲー、うん、からまあ投下されたこの原子爆弾、まあ、リトルボーイ、うん のこの生々しいっていうかねあの傷跡っていうのがまあ映し出されてるんですよまあなんかこうドキュメンタリーを見てるような感じででね、あのーまあ、最初からちょっと僕衝撃受けちゃって、まあ本当に、ね、これひどいなっていう感じ、うん、で、まあ、例えば焼、あのー、けただれたような服とかケ、あのー、ロイドの,あの標本 れたれですねあの、お地蔵様の頭とかいろいろ出てくるんだけどもなんともねこう衝撃的でしたね。う まあそんな感じでねちょっと話からちょっとこうまあ脱線しちゃったっていう感じなんだけどまあこの話でねまあそうやってはあの広島を訪れるまあタミヤ次郎なんだけどもまあ初日はですねあの大学の同級生でまあ、テレビディレクターかなんかやってるですねあの川崎慶三うん があのーまあ、登場してくるんだけどもそれとあと、まあ、同僚かなちょっとはっきりしないんだけどあの江波京子さんっているじゃないですか。で江波京子さんと田宮二郎川崎慶三ってこの3人でですね、まあ、広島球場かなんかであの野球観戦なんかのこのね、あのー、こう見てる映像とか、あのー、もうリアルにですね映し出されていて。 なんか本当にねなんかこう味わい深いかなっていうような感じです。でその帰りにですね、あのー、バーにこう立ち寄るんでねちょっとこうアルコールでも飲んでこうかみたいな感じなんだけどもで、そこでね初めてあのーまあ、のまやっとっていうか「あきこ」っていう、うん、あのー、マダム役でね出てる若尾綾子さん若尾様ですね。 あのまあ、登やっ、うんでそこからですねあのこの話のね、まあ、あの悲劇っていうかねあのどん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 、まあ、あの進行するわけなんだけどもあのこの辺りのねなかなか映像っていうのがあのちょっと面白くってこう夏の広島の夜っていうか、うんあのまあ、例えばあの繁華街とかもろもろの風物 風物詩っていうかなで本当にねそういうのがこう画像の、ね、中にこう入れ込まれててちょっとね良、うん、かったかなっていうふうに思いました、うん、でねまああのそうやって、まあ、結局マダムと会うわけなんだけどもあの、まあ、その翌日ですその翌日にまたまたですね ABCC っていうところに 田宮ああ城に行くんだけどもそれはどういうところかというとあの原爆障害調査委員会っていう、まあ、この建屋みたいなのがあってそこの,です、ね、あの敷地の方でです、ね、またまた2人が会うっていうやっぱりこれ運命なのかなみたいな話なんだけどもあの、まあ、そこへですね、まあ、タ,ミヤタミヤとしてはまあ結局若尾さんは、まあ、何やってんのみたいな感じなんだ、ね、でまあ 若い子の方も、あのー、あんまりねこんな気の合ったばっかりの男なんだしそんなことも、まあ、隠してたっていうか、まあ、秘密があるわけじゃないですか,か彼女としてはで「あのーまあ、ちょっと集金に」みたいな「集金に来ました」みたいな本当にねあの「バーのマダム」っていう感じで、まあ、言ってるんですよねでまあ田宮次郎の方と、まあ、普通にこう雑,雑談っていうかねそういうのをまあしてるんだけども あの田宮次郎の場合はやっぱりジャーナリストっていうねあのそういう仕事で、あのーまあ、来てるわけなんだから、まあ、少しでもねあのショッキングなこうニュースとかあのやっぱり書かないといけないっていうやっぱりそれはやっぱりね、あのー、あの任務でやってるんで、あのーうん、仕事でねやってるんで、あのー、そういうことしないといけないわけじゃないですか。 でまあ彼がですねもうあの普通にですねまあ指が六本あるあの赤ちゃんをちょっとあの探してるんですよっていうようなことを言ったんですね、したらまあ若い子がですねまあ急になんていうのは不機嫌になっちゃってっていうかまああのちょっと用がありますっていうような感じで、もうそそくさ草ともう帰っちゃうっていう。 ことなんですね、うん、でねもう結局はそのちょっと帰る前に言ったまあ、セリフもねもうちょっとなかなか辛辣っていうかまあ、残酷ねみたいなおいであの確かめてあのどうなさろうっていうのをみたいなことをねこう言うんだけどまあタミヤもねタミヤであんまりまあそう気に留めてるところもないっていうことなんですね。で 民家次郎ずっと仕事してるんだけども赤ん坊っていうか赤ちゃんはまあちょっと見つからなくてまて、あ、ちょっとねもう東京へ帰ろうかなみたいな感じなんですよね、あのー、いろいろ考えてるっていうか、うん、そんな絵のねあね、のー、川崎系像、うん、まあ友達の彼からまあ電話かかってきて「うんまあ、お前仕事も進まずにね、あのー、ちょっとふてくされてるっていうか、うん、まあ目いってるだろうから」 俺の声でいいいろろとてやったぞたぞみななことなんですよで、あのーまあ、広島県の秋津っていうところですかでそこで、あのー、もしかしたらいるかわからないよというような、あのーまあ、話なんですよねで、まあ、タミヤちょっと会いに行くっていうか、あのー、赤ちゃんにっていうことなんだけどもまあ行ったんだけども、あのー、もうすでにもう亡くなってたっていうことでこの家庭もねやっぱり。 あのー、もう帰ってくれみたいな感じなんですよね、実際の話が。で、ちょっと彼としては、まああのー、その町でね、ちょっと黄昏れて、あのー、漁港っていうかね、そこの岸の壁のところで、タバコをちょっと吸うシーンが出てくるんだけども、吸おうとするシーンが出てくるんだけども、あのーまあ、潮風もあるし、あのーまあ、海も,もう目の前にあるわけじゃないですか。 だからあのなかなかまあ火はつかないですねそしたら画面のです、ね、横側ぐらいからあのふっとねこう日傘っていうかあの傘が出てくるでまあ火はうまくつくんだけども誰ですかっていう話なんですよねもう若親子しかいないじゃないですかっていう話でまあその部分がね、まあ、要するに3回目のですね再会と。 いうことになるっていうことで、まあ、だんだんですね。あのお話が進んでいきますということでございます。まあ、そういうことでね。あのー。まあ、二人でね、あのー、若林こと。うん。まあ、田宮次郎。幼馴染の。まあ、その芸者の起きやかなんかやってるですね。あのー、友達のね、家に行くわけなんだけども。ここで、まあ。 若々しから、あのー、まあ、お寿司とかね、まあ、取ってもらったりして、まあ、至れ尽くせり。うん、まあ、そういうような、あのー、まあ、あのー、簡体というか、あのー、なんか受けるんですよ。まあ、それ、あのー、友達の家にもかかわらず、あのー、タバコはピースでしたとか、なんか言って、まあ、そういうね、バーのマダムのですね。あの、日頃からのそういう習慣、そういうのなんか出ちゃったりして、うん、出るんだけども。 でまあ、すっかりですねもう2人とも意気投合するっていうかもう恋人同士みたいな感じですよねで、まあ、恋に落ちるっていうかもう落ちてますっていう感じですよ実際。でただですね、まあ、若尾綾子としてはあのー、やっぱりうんまあ民家二郎がこうマジになればなるほどねやっぱり徹底してひるむっていうかあるんですよ。 でそれはどういったことかっていうと、あのー、まあその友達のところから帰り2人あの電車で帰ってくるんだけどもやっぱり田宮二郎も,もう本当になんかこう付き合いたいというか、うん、まあ本当にスイッチ入ってるわけです。でねこうなんか熱烈にこう求めちゃう電車の中でまあよくわかんないんだけどでしたらまあ若々しくめまいをね起こしちゃうっていうようなあのことがあったりとかですね。うん あごめんなさいみたいなこと言うんだけど、まあ、あなたがあのいじめるからとかいう、うん、そんな感じなんですよ実際がであのー、タミヤはですね、あのー、翌日本来であればこれ出張出張できてるわけだから、あのーまあ、帰らないといけないのにですね、まあ、帰らないわけですほいでねあのほ、ー、いで翌日またねその,あのバーを訪ねていくんだけどもうん そこに、ね、あの若親子のひもの,のようなねなんかわけのわかんない男っていうのが来ててあの、揉めてしまうっていう。であの、揉めてねまあちょっとこうねまあ ふてくされてじゃないけど、あのー、もう帰っちゃうんですよ自分のホテルに。うん、で帰るとですね若親子が待ってるってまああのえ待ってる?」っていう感じなんだけどもやっぱりまあ民谷としても、あのーまあ、若親子、まあ、仕事があるし、まあ、23軒ちょっと酒飲んで帰ったっていう感じなんでしょうね。で、まあ、ずっと待っててくれたっていうのが、まあ、若や子なんだけども。 あのー、まあこっからまあ、あのー、クラマックスにね入っていくんだけども、まあ、2人ですね、あのー、ホテルを出ての,あの道行きっていうことになりますで急に若尾がですね川に入っていって、あのー、ここ何あの路傍というか路肩からちょうどこう川へ入れる入れるっていうかそういうところがあってで、あのー、なんか石をねこうやけに探してるんですよ あのでこう両手につかんだね石を田宮次郎にこう見せてどういった石かっていうと握ればねあの崩れるっていうような石なんです。でまあ若親子いわくですね、まあ、この石はあの塩がねあの満ちてる時は、まあ、川のね、まあ、そこにまあひっそりとあの、まあ、身を隠しているんだけど塩がねあの引いてくると出てくる のねみたいなこれがまあ広島の意思よっていうねちょっと意味深なこと言うでしょっていう話なんだけどもで田宮二郎はねまああまりちょっと理解できないっていう感じなんですねでまあそしてですねあのまあ当時のですねあのーなんていうかアベックホテルというかこのラブホというかちょっとよくわかんないんだけど 待合というかそういうようなところでですね行って、うん、あのー、もう若尾綾子としてもですね、まあ、秘密をですね、あのー、打ち明けないといけないっていうか、まあ、そういう状況まで行ってしまうっていうんですよ実際の話が。であのそれはもうどうしてかっていうとやっぱり民家次郎はもう結婚しようとまでもそこのね旅館というかそこ行ってもう行ってるわけですよ、うん、一緒になろうみたいな。 だけど、まあ、やっぱり、まあ、若親子はでちょっとそういう抱擁というかねそういうような感じなんだけどもあのちょっと待ってっていうようなことであの、まあ、隣の部屋へ行くんですよであの、まあ、開けてもいいよいいわよっていうようなことを言ってそ田宮次郎が開けるってですねもう本当にびっくりするっていうのはどういうことかっていうとあの若親子のですねこのちぶさ ちょっと覆われたっていうか、うん、ケロイドですね、うん、でもタミヤとしてはもう本当に欲情っていうかね、まあ、そういうことどころじゃないっていう感じなんですよであの、まあ、彼女が言うにはですねこの体がねあの今まで私をまあこの幸せにすることを許さなかったみたいなことを言うんですね であのー、本当に名台詞だと思うんだけど「で私はあの広島の石なんです」みたいなこと言うんですね。で、あのーまあ、昼はねあの明るい青空、ね、で夜はね、あの綺、ー、麗な、あのー、ネオンを映してるから、あのー、この川のねあのそこにねひっそりと。 あのーまあ、身を潜めている、あのー、小石のことなんて誰も気づかないわよみたいなことを言うっていうね本当になんか切ないセリフでしたねあれはタミ谷事情がですね、まあ、それとも引かないわけですよ実際の話がそんなあの体が一体どうだって言うんだみたいなことを言うんですね、うん、で、あのー、今夜ですね僕と一緒に東京に行こうっていうようなことを言うんだけども あのー、でまあ,あの渋々っていうか、まあ、あまりにこう推しが強いから、まあ、若者子も当然民谷獣のこと愛してるんだけどもあの自分の体のこと,と、まあ、よく分かってるであの結局ですねあの駅には行くんだけど東京にはついていかないんですよで、あのーまあ、彼女としてはですね もうそれが最後の別れだと思ってタミヤジュに会いに来ているっていうような感じなんですよね実際うんあの彼と東京に行こうって約束をしたあのそれそのすぐ後なんだと思うんだけどもあのお医者さんのところに行ってまあ 結婚っていう部分に関してねちょっと相談をしてるんですよで医者が言うにはですね、あのーまあ、結婚したらね、あのー、どういう影響をこの若い子の,あの体にあの与えるかわからないとでまあ白血球が増えることもあるしねっていうようなことでね、まあ、そういうことを。 言われたりしててるるっていうこともあるわけですよで、あのー、ここでですね、まあ、田宮次郎、まあまあ、悲しいんだけど一人で帰るっていうことですよね結局その駅では。それ以降ですね、まあ、僕は待ってるからっていうようなことなんですよ、まあ、実際、まあ、田宮次郎としては。であのー、なんだけども彼女からの連絡が全然来ないし、あのーうんでまあ、とうとうね辛抱、あのー、できなくなってっていうかあの広島に 行くんですよ。で、また、あの、バーに、あのちょ、彼女を訪ねるんだけども。もう全然ですね。あの、マダム、もう変わってて。明子さんは、もう、ヶ月ぐらいか前に。あの、もう、カーは、もう、亡くなってたっていうことを。まあ、田宮次郎、まあ、初めてし知るっていうようなことなんですよ。で、田宮次郎は。あの、まあ、あの人は、まあ、あの、僕を、あの、愛し。 本当に愛したために,に,たためにあの死んでしまったみたいな、うん、本当に悲しいですよね、うん、2人ともが。であの最後ですねあるじゃないですかあのその握ったら崩れちゃうっていう石を拾った川あのまたそこでねその石をあの握りしめるっていうか探して握りしめるんですよね両の腕で。うん でね本当にね、ここちょっと痛い、痛いしいっていうか、うん、シーンでしたもうこの映画に関しては、す、あ、べ、のーまあ、てがパーフェクトっていう感じで、本当によかったんだけども、あのーまあ、何を自分は思ったかって言ったら、やっぱり、ノーモア広島、うん、もうそれしかないでしょっていう気持ちですね、やっぱり、まあ、あの原爆っていうものですね、 本当にあの恐ろしさをです、ね、痛感したというかここです、ね、本当に心情っていうのもあの何も悪いことをしてなくてもあの何あの通すっていうか現実化することもできなくなってしまうっていう本当にこう悲痛な映画だったなっていうふうに思います。まあ、そういうよういよなことでですね いろいろですねご紹介していきたいと思いますどうも今日はありがとうございましたさようならバイバイ